開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、平和こと平井和孝です。世界一周ヨットレースの最高峰バンデグローブにアジア人で初めて挑戦している白石浩二郎さんが先月6日にフランスのレサーブルドロンヌをスタートしてちょうど1ヶ月です。私そのスタートをフランスまで応援に行ってきました。11月6日朝9時から4分間隔で29艇のヨットが港を出港していきます。100人を超える我々白石浩二郎応援団も朝8時には岸壁に陣取りまして、白石さんの出港を今か今かと待ち構えていました。白石さんの順番は参加艇29艇のうち15番目です。そして白石さんの船がついにやってきました。建物の陰で最初見えるのはマストの先端です。来たーといった感じで応援団一度大盛り上がりです。そしてスピリットオブユー皇后の全貌が見えた時、白石さんがこっちに向かって両手を振ってくれるんです。しかも侍姿です。腰には木刀を刺してるんです。私思わずうわー侍がいるって言ってしまいました。その姿を見てるフランス人たちも大盛り上がりなんです。さすが白石さんです。ただですね、私はこれただ目立ちたくてパフォーマンスで白石さんがやってるとは思わないんです。以前こんなお話を白石さんから聞きました。10年前ファイブオーシャンズに出場した時、洋上で向こうから大きな船がやってきたんですって。でどちらかが避けなければならないですよね。普通海の上では小さい方の船が避けるんです。小回りも効きますから当然です。ところがその時相手の大きな船が避けてくれたんですって。白石さん驚いて無線で避けてくれてありがとうって言ったら、相手の船長が You are sailor って言ってくれたんですって。お前はセーラーだってことですよ。これ日本で言うところのお前は侍だっていうのと同じ意味なんですって。つまり尊敬されてるんです。セーラーである白石さんに敬意を払って避けてくれたってことなんです。白石さんは日本人を代表してバンデグローブに出場しています。侍の魂を持って出場するという覚悟はあの侍姿に現れてるんです。続きは来週です。お楽しみに。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。